さあ A ブロック、どんな戦いが予想されますでしょうか。なんといっても、はい、昆虫界の覇王ヘラクレス、はい、ヘラクレス、はい、彼がどこまで強いのか、そうですね、非常に楽しみです、はい、あとは同じヘラクレスのヘラクレスリッキー、はい、楽しみですね。そうですね。A ブロック1回戦第1試合、昆虫界の覇王ヘラクレス、ヘラクレス、体長150ミリ、中米出身。対するは東南アジアの狂乱カブト、アトラスオオカブト、体長96ミリ、東南アジア出身。最強トーナメント、どこまでかく乱できるかヘラクレス。そうですね。あでももうね、すでに押してます、はい、押してます、ついついいきなり、さすが覇王、早くも勝負がついた。強いですね。いや強いですね。いや王者の貫禄ですね。本当ですね。これは素晴らしい。まだやってますね。はい、いや容赦ないですね。そうですね。おおすごいすごいすごい、なんだかパラワンみたいですね。そうですね。いやいやこれは楽しみです。いやでもね、やっぱりね、はい、覇王と言われるだけあってね、はい、貫禄だけではなくね、はい、容赦ないですね。そうですね。こうやってね、アトラスもね、反撃しようとしてるんですけど、全然無理ですね。隙を与えないですよ、ね、はい、休ませない、攻め続けてますね。そうですね。これまだね、勝者ヘラクレス、ヘラクレス。A ブロック1回戦第2試合、カブト界のあけぼの、マルスゾウカブト、体長110ミリ、中南米出身。対するはカブト界の剣闘士、ネプチューンオオカブト、体長 144.2ミリ、南米出身。さあ今回は制作総指揮新藤冬樹さんを、解説にお迎えしております。よろしくお願いします。さあこの、そして剣闘士、楽しみですね。大兜、さあこのね、はい、巨漢同士ですからね。そうですね。象兜は重いですよ。はい、重そうです。象兜は気性がおとなしいのが多いんで、どう、あでもね結構気性荒そうですね、はい、この象兜はなんかちょっと体揺すってますね、はい、はい。ネプチューンもね、ヘラクレスに負けないぐらいのね体格あるんですがね、角も、はい、そうですね。足が短いんでね、踏ん張り効かないんですよ。なるほど。でこの角もね、はい、ちょっと無駄に長いんで持て余し気味。無駄に長いと、はい、でこの湾曲しすぎてて、なかなかね、はい、お腹の下に持ってきづらいんですね。ちょっと構造上、ね、あ逆に下に入られましたね。入りましたね。入られました。お、ゾウカブトがいい体勢、はい、前足でパンチながらね。そうですね。おっと、これは一気に行くか。そうですね、前足で殴りながらね。そうですね、行ってますよ。これね、角だけじゃなくて前足の攻撃もすごいですね、はい、すごいですね。でもちょっと一旦下がったか。はい、ここにネプチューンが反撃できるか。ゾウの名の通り突進していきました。再び、再び、あれね、前足で叩きながらっていうのがすごいですね。そうですね。あでもこれゾウカブトの方がパワーで押してます、はい、ネプチューンはやっぱ角をね持て余してます、はい、これそうですね、はい、ここに使ってませんね。使ってませんね。 あの角はどういう時にいいんでしょうね。結構ね、自然界でも当たる組み合わせなんですよ、はい、あなるほど、はい。まあのね、間にちょうどはまるといいんでしょうね、ゾウカブトが。そうですね。いやでもこのゾウカブトは挑戦的ですね。そうですね。あでもね、ネプチューンもなかなかいい感じですよ。ちょっと今横に払った、はい、はい、あでもちょっと下がりました。なかなかクレバーですね。攻めて、さあ、これはでいった。もう体格を生かしてね、してますね。最後のこの生かしてもうガブリ寄り。そうですね、ガブリ寄りって感じですね。しかも叩いてます。はい、なんとかこれを、そう、上に乗っかってしまってますよ、これね。これはどうなんでしょうね。不利ですよね。逆転されてしまうか。変わった体勢ですね。何を思ったか。上に抱きついてしまいましたが、重い、重いですね。そうです。おっと、あれ、これは何でしょう。今はどっちでしょう。なんだか珍しい。そうですね。ここでね、でもネプチューンもよく残しましたね。はい。このね、剛腕パンチ。前足でバシバシ殴りながら、ここまで追い詰めていきました。これは新しい技ですけど、どっちが先に着地したんでしょう、
体がついたのかということですよ。上に乗っかってしまいました、はいはい、これどっちなんでしょう。判定により勝者マルスゾウカブト。A ブロック1回戦第3試合、小さな白い勇者ティティウス白カブト、体長62ミリアメリカ合衆国出身。対するはカブト界のハードパンチャードロファ・クラビゲール、体長62ミリ南米出身。新藤さん、両戦中ともちょっと小さめですかね。ですね、はい、でゴルファークラビゲール、はい、ハートパンチャーっていうのこれ前足がね、はい、結構振り回す。あ、なるほど、うん、足を使うんですね。ただね、相手も硬い甲虫なんでね、そうですね、まだ効かないと思いますけどね、はい、かなり変わったカブトですね、ゴルファー。そうですね、ちょっと愛嬌のあるような感じ、はい、見えますけれども、ティティウスはね、はい、結構人気者なんですよ。あ、そうですか。女性からとか。お、そうですね、なんかちょっと今見えますかね。あら、あら、もう話してるし、これはポロッとこれはどうしたんでしょう。どうしたんですかね、今一人でみたいな、はい、あ、まあ一応攻撃してんですね。そうですね、地味に、はい、ポッとポロンと、意外と開けなかった。開けないですね。はい、勝者ティティウス白カブト。A ブロック1回戦第4試合、小さな狂乱カブト、ニセヒメカブト、体長61ミリインドネシア出身。対するはアフリカの巨大ハナムグリ、オーベルチュール、体長61ミリアフリカ出身。新藤さん、オーベルチュールはなんか迷彩色の、うん、カブトじゃなくて花むぐりですね。花むぐりですね。大きな花むぐりですね。ああ、なるほど。これは養殖というか、はい、あの全部買いませんね。あ、はい、はあの、あ、野生ではないですね。あ、なるほど、はい、ブリードというんでしょうかね。はい、こない話。あ、でも戦いません ね、 ですね。あ、飛びました飛びました。あれ、これは試合放棄でしょうかね。はい、遁走してしまいました。これどうなるんでしょう。両中ともに戦意喪失のため両中失格。A ブロック1回戦第5試合、カブト界の剣豪ヘラクレス・リッキー、体長 155.2mm 南米出身。対するはカブト界の静かなる仕事人、モロン・オオカブト、体長 90mm メキシコ出身。ヘラクレスリッキーついに出ましたね、はい、優勝候補のもう一匹ですね、はい、そうですね、まあ、ヘラクレス、ヘラクレスに比べて若干頭角が細いっていうのあるんですけど、はい、体調は大きいですよ。大きいですね、はい、ヘラクレス、ヘラクレスより大きいんじゃないですか今回の。そうですか、はい、お、対するこのモロンオオカブトは静かなる仕事に、ね、おとなしいということでしょうかね。はい、なんか、あ、一応向かった。あ、でも、あ、これはでも体格差は明らかですからね。そうですね、力の差、これはまあしょうがないでしょう。はい、あっけないほどでした、王者の風格。はい、クレスリッキー、これはでもね、はい、まあ大きな相手になった時が、はい、リッキーの試金石ですよ。なるほど、意外とね、はい、秋っぽいんですよ、はい、あ、集中力の問題ですね、うん、結構心が折れちゃったりもしやすい種類なんで。なるほど、はい、それが課題となります、はい、勝者ヘラクレス・リッキー。さあ A ブロック2回戦、はい、どんな戦いになるでしょうか。昆虫界の覇王ヘラクレス、ヘラクレスに、はい、マルスゾウカブト、そしてヘラクレスリッキーが、はい、どう挑むのか、そうですね、通用するのか、はい、非常に楽しみですね。重量級の戦いですね、はい、
A ブロック2回戦第1試合、昆虫界の覇王ヘラクレス。ヘラクレス、体長150ミリ、中米出身。対するはカブト界のアケボノ、マルスゾウカブト。体長110ミリ、中南米出身。さあ新藤さん、重量級の対戦ですよ。楽しみですね。はい、果たしてね、これだけ重い相手を、あれも攻めてます。さすが覇王。はい、ここはもう挟みましたよ。あ、挟みました。挟みましたか。あ、ちょっとこれはすごいすごいすごい。あんなに重いね、ゾウカブト。そうですね、手で引き合わそうとしても離れないんですよ、はい、人間の力で。これはすごいすごい。あ、何もできない。あ、リフトからすごいですね。うわ、強いわこれ。もう空を仰いでいます。この足の力の強くて重いゾウカブトをね、これは普通なかなか離れないんですよ、足強くて。しかも軽々と持ち上げますね。軽々とですね。しかも後ろ足だけで立ってますね。そうですね。いや、驚くべき強さです。絵になりますね。はい、おっと、あ、これは、まあ、しませんけども、はい、ああ、さあ圧勝です。よい、いきなり来ましたね。ねえ、だってこれ軽々と引き上がすっていうのがすごいですよ。そうですね、踏ん張ろうとしてるんですよね。してるんですよね。ここまで上げられちゃうと。そうですね、もうあとね人間でいうと200キロぐらい。うわ、重そうですね。こちら獣ですからね。はい、勝者ヘラクレス。ヘラクレス、やっぱり強い。A ブロック2回戦第2試合、対戦中両中失格のため、勝者ティティウス白カブト3回戦進出。さあ A ブロック3回戦、はい、いかがでしょうか。ヘラクレス、ヘラクレス強かったですね、はい、いや素晴らしかったです。もう相手はリッキーでしょう、はい、ですね、はい、ヘラクレス一族の戦いですね。そうですね、はい、いやでもヘラクレス、ヘラクレスが有利じゃないですか。そうですね。A ブロック3回戦第1試合、小さな白い勇者ティティウス白カブト。体長62ミリ、アメリカ合衆国出身。対するはカブト界の剣豪ヘラクレス・リッキー。体長 155.2ミリ、南米出身。これは新藤さん、ティティウスに勝機はあるんでしょうか。でもね、はい、前にね、あの、はい、ゾウカブト相手に戦ったという噂が、はい、勇敢に。あ、そうですか。はい、まあでもね、はい、これはちょっとすごい体調差で、ね、あ、でもね、やる気満々ですよ、ティティウス。逃げませんね。あ、自ら入り込んじゃって大丈夫でしょうかね。これはこれはまだね、リッキーの方も何者だってか、はい、あ、ありました、リフト。リフト容赦ない。お、これはさあ、ここまで逃げるか。あ、でも、はい、あ、向かってってますね。まだ向かってますね。勇敢ですよ。突進してきました。ひどい勇者だ。これは残ってますが、もうダメでしょう。いや、あの、向かうか。はい、あ、ダメですね。ですね。いや、あ、でも勇敢でしたね。そうですね。いや、見てて気持ちいいですね。はい、体の大きさでもとにかく差がついてしまってます。はい、勝者ヘラクレス・リッキー。さあ、ついに A ブロック決勝です。やはりこの2匹ですね、はい、そうですね、予想通りです。ただリッキーはね、はい、今まで大きい相手と戦ってませんよ今回。なるほど、はい、ヘラクレス、ヘラクレス相手にはちょっとどうでしょう。どうなんでしょうか、はい。A ブロック決勝戦、昆虫界の覇王ヘラクレス。ヘラクレス、体長150ミリ、
中米出身。対するはカブト界の剣豪ヘラクレス・リッキー。体長 155.2mm 南米出身。まさに力と力の勝負ですね、篠さん。同族対決楽しみですよ。はい。体調ではね、リッキーの方が大きいんですよ。はい、やや大きいですか。ただね、昆虫界の覇王。はい。ただものじゃ、あ、もう攻めました。覇王。あ、ヘラクレス、ヘラクレス強い。これは一方的だ。一方的ですね。はい。いやいや、ほんま力の差あるんでしょうか、これ。互角だと思ってましたけどもね。ねえ。はい。すごいですね。そうですね。いやー、この突進力相手何もさせません。はい。まさにパワーで圧倒しました。はい。A ブロック優勝、ヘラクレス、ヘラクレス。さあ、新藤さん、B ブロックの見どころはどんなところでしょう。ヘラクレス、ヘラクレスと双璧の、はいはい、コーカサスをかぶと。コーカサス。コーナーじゃ最強ですね。はい。そしてなんといっても、はい、日本の期待星。ついに出ましたね。コンカブトムシ。はい。どこまで戦えるか。Bブロック1回戦第1試合、日本昆虫界の王者、日本カブトムシ、体長 70mm、 日本出身。対するはカブト界の白い将軍、グラント白カブト、体長 71mm、 アメリカ合衆国出身。さあ、新藤さん、ついに日本の侍が出ましたね。頑張ってほしいですね。はい、ちょうど同じぐらいですね、大きさは。そうですね、頑張ってほしいですよ。です、ね、日本カブトムシ、この白い色ってのも珍しいですね。そうですね、はい、あのね、日本カブトムシ跳ね上げ、この跳ね上げが世界一。ああ、逆襲さん、あ、まずいです、まずいです。はい、これね、はい、こう挟まれるとちょっと動き取れなくなりますからね。なんかこう半分浮き上がっちゃいましたね。はい、下の角がね、はい、多分振りの関節のとこに入ってるんじゃないかなと。うまく入り込んじゃいましたね。こうなる前に、はい、跳ね上げをしたかったですね。そうですね、一回跳ね上げたんですけどね。そうですね。あ、うまくはまってますね。あのね、このグラント白カブト、このこういう角の形状の兜は跳ね上げることできないんですけどね。なるほど、逆にできない。挟んで2本足で立ち上がる、はい、まあミニヘラクレスみたいな感じですよね。なるほど、自分の戦いに徹してるわけですね。はい、なんとか抜け出したい、はい、抜け出したい。これは抜けるの難しいんですか。難しいでしょうね、はい、ちょっとグラントがグイグイ前に、あーっと、これは、あ、裏返ってしまった。なんとか残ってくれ、残ってほしい。これはどうだ。まだでもまだちゃん、あれ、あ、バックドロップ。これはバックドロップ。これはもうバックドロップ死にたいですね。はい、日本株と死にたい。さあ、惜しい。これはしかし動きのある、はい、ちょっとね、はい、どうにもできないですね、こんな風に。そうですね、最後はバックドロップですからね。こんなに体が柔らかいとは思いませんでした。なんか珍しいですね、この決まりで。そうですね。いやー、でもこのグラント白カブトは勇敢です、はい、そうですね、しかし本当にぴったりと決まりました。はい、はい、もうこうなったら何もできない。勝者グラント白カブト。Bブロック1回戦第2試合、タイの暴走戦士、フローレンス姫カブト、体長 70mm、 タイ出身。対するはカブト界の伊達男、メガソマアヌビス、体長 73mm、 ブラジル出身。さあ、これは新藤さん、はい、決まった。姫カブトはね、はい、トウカブトでタイで、お、うん、やるほど気が荒いんですが、あと鳴きますね、はい、キューキュー、シューシュー。あ、鳴き声があるんですね、うん、でも逃げ回ってますね、さっき。そうですね。これはどうしたんでしょうか。ちょっと試合放棄になっちゃいますよ、はい、このままだと。何もせずに、お、敵前逃亡のため、勝者メガソマアヌビス。
Bブロック1回戦第3試合、カブトガイ1のリッチマン、サタンオオカブト、体長97ミリ南米出身。対するはカブト界の頭身ケンタウルスオオカブト、体長90ミリアフリカ中南部出身。これは両中ともに威風堂々としてますね。ですね。ケンタウルスはね、はい、アフリカ最強のカブト。アフリカ最強。はい。サタンはね、はい、もう昔は本当に高価な。あ、はい、リッチマンというね。なるほど、その名の通りなんですね。これはいい勝負になるんじゃないでしょうか。そうですね。あ、ケンタウルス。これは、あ、うまい声。うまいですね。挟みましたね。はい。サタンはちょっとこれ逃れたいとこです。そうですね。あ、逆に締め上げました。そうですね。あ、一進一退ですね。いい勝負です。ほぼね、サタンの方がちょっとだけ一回り大きいぐらい。あ、そうですね。一回りまでいかないですかね。はい。ただね、ケンタウルス、おとなしいのが多いんですけどね。性格的にはおとなしい、でもこの個体はなかなか凶暴ですよ、はい、なるほど、はい、対するサタンはかなり凶暴なんですか。いや、おとなしいですけど、まあ、このサタンはまあ、はい、うん、結構好戦的ですね。なるほど。あ、押されてますね。押されてますね。はい、はい、ケンタウルスなんとかここは盛り返したいところですよ、はい、プレッシャーを与えてるところでしょうか、はい、ちょっと何考えてるんでしょうね、はい。おっと、下からケンタウルスいった。あ、うん、下から。あ、これは、おっと、すごいすごい。お、これは、すごいぞ。いや、持ち上げていますが。すごい音がしますね、なんだか。はい。サターン、今ちょっと。これは、何もできないみたいな。ですね。さあ、これ結構効きますね、この締め上げ。そうですね。かなり強いんですね。心折れますね、これ。はい。うん。これは、あ、やっぱり。あ、繊維装置でしょうか。ね、はい。サタンオオカブト繊維喪失のため、勝者ケンタウルスオオカブト。Bブロック1回戦第4試合、カブト界の美しき戦士、ゴロファ・ポルテリ、体長100ミリ南米出身。対するはアフリカの巨大ハナムグリ、ウガンデンシス、体長61ミリアフリカ出身。これ新藤さん、ゴルファは一見なんか雲のような変わったもの同士ですね。ですね。あとはハナムグリですね、はい、ウガンデンシスの方は、はい、はい、オーレルチュリとはまた違った、はい、戦うんでしょうか、ハナムグリ。ゴルファーはなかなか凶暴ですね。はい、そうですね。でも前足あれ痛いんですよ。引っかかれたことありますけど。これ引っかくんですね。引っかきます。引っかきます。なるほど。さあ、ハナムグリ。ちょっと、繊維喪失ですか。ウガンデンシス、繊維喪失のため、勝者、ゴルファ・ポルテリー。Bブロック1回戦、第5試合。東南アジアの最強カブト、コーカサスオオカブト、体長124ミリ、インドネシア出身。対するはカブト界のクルエル巨像、アクティオンゾオカブト、体長114ミリ、中南米出身。新藤さん、コアモテが効果させてきましたね。はい、あれ狂う兜としてね、はい、まあ多分兜一凶暴だと思います。あ、そうですか。はい、やっぱり優勝候補の筆頭ですね。はい、ただね、アクティオンも相当ごついですね。そうですね、さっきのマルスよりごついですね、体は。これはもう武将のような、うん、鎧兜のような感じですけども、結構真っ向勝負でもアクティオンいけると思います。なるほど。ただね、気をつけなきゃいけないのはね、はい、この3本角の合間にね、はい、スポッと入っちゃうとちょっとやばい。あ、やばい。あ、今すごいですね、効果させるの。はい、あ、でもアクティオン攻めてますよ。そうですね、このガタイで攻めると、あーっと効果させる、浮き上がった。もういいですね、いいです、アクティオン。これ星か、これはすごい、すごいいい勝負になってます。いい勝負、いい勝負。力と力の
ますの。あ、ただちょっと今逃げた方がいいですね、一回。そうですね、今引いた方がいいですね。あ、ただね、下の角がね、頭角が、はい、は入っちゃってるんでね。入ってますか、入ってますか。あれね、これ以上入るとちょっと、はい、まあ命の危険にも関わりそうな危険な角度ですよ。はい、今のうちに抜けれるならちょっと後ろに。あーあー、これはちょっと締め上げると、頭角がね、ちょっと力が出せないか。入っちゃってんじゃないでしょうかね、首の関節のあたり。なるほど。あの、あーまあまあ、ちょっと、あの、高加速と増加部等の組み合わせだと、はい、結構ありがちなんですよ。はい、そうですか。はい。これはね、もう多分入ってますね、首の関節のとこに。これはもう、力を半分出せないような感じですね。はい、でもちょうどロックされてるような形になってるんで、向こうにも抜けない。はい。うわ、これは深く入ってそうですね。暴れれば暴れるほどこうなんか入ってくるような感じですね。これはちょっとね、はい、どうしようもないでしょう。はい、動きも止まってきたか、ちょっと苦しそうな表情か。ね、はい、なんとか逃げようとしてますが。そうですね。いや、はい、ゾウカブトとしてはね、はい、ここは後ろに下がって逃げられるものかどうかっていう問題がありますけど、ね、それしかないですね。はい、どちらにしてもこのままだと危ないですよ。そうですね、はい、ただ後ろはないぞ、ゾウカブト入っちゃってるようですね。でもどうやら、うね、あー、またさらにグイグイと締め上げますね。はい、コーカサスも容赦がない。はい、最後の抵抗していますが、今でも力ないですね、抵抗。そうですね、もがいているだけか。さあ、さあ、ここで、あら、もう取れた。これは叩き落とされるのか。ただね、入ってたらこれ、はい、落ちもしないと思いますよ。離すのも大変ですかね。はい、はい、でも完勝ですね、はい、高加速防敵でした。いや、これだけ重い兜、すごいですね、振り回して。はい、勝者、高加速王兜。さあ、Bブロック2回戦、はい、この見どころは何でしょう。やはり高加速王兜、はい、相変わらず優勝候補の筆頭。そうですね、ちょっと太刀打ちできる兜いるんでしょうか。はい、グラウントあたりも面白い戦いしてましたね。そうですね、体格差はちょっとね。でもね、 Bブロック2回戦第1試合、兜界の白い将軍、グラント白兜、体長71ミリ、アメリカ合衆国出身。対するは兜界の伊達男、メガソマアヌビス、体長73ミリ、ブラジル出身。さあ、色的には同じようなタイプの、はい、グラントね、先ほどいい戦い見せたん で、はい、でね、今回も、はい、対するメガソマはね、さっきはほとんど戦わずにして勝ったみたいな、はい、そうですね。あ、グラント行ってます。はい、行ってますよ。わ、これは行ってます。下から攻撃的ですね。そうですね、いいですよ。はい、あ、ちょっと横向いてしまった。あ、これはアヌビス敵前逃亡ですね。戦闘を嫌いました。はい、はい、なかグラント白兜は、うん、ね、ミニヘラクレスのようなね。そうですね、ファイトありますね。はい、もうアヌビスはやっぱりちょっと温和そうですね。そうですね、戦いを好まないという感じな、はい、はい、展開でしたが、勝者グラント白兜。Bブロック2回戦第2試合、兜界の刀身、ケンタウルス王兜、体長90ミリ、アフリカ中南部出身。対するは兜界の美しき戦士、ゴロファ・ポルテリー、体長100ミリ、南米出身。この戦いのポイントはどんなところで
でしょう。ゴルファポルテリのあの竹角が果たして通用するのかですね、はいはい、あ、そうですね、実践的に、はい、それは面白そうですね、はい、ケンタウルスはね先ほどすごくいい戦いをサタン相手にやりました、はい、そうですね、はい、でもねゴルファもねあの侮れませんよ。そうですね、あの得意の前足が前足が叩いてますね、なんかムチのように叩いてますね、いってます、はい、あでもこれねケンタウルスいい体勢ですね、あ挟み込んでるんでしょうか、はい、ゴルファーとしてはちょっと離れたいですね、あそうですね、下からね、あ下からこれはグイグイいってます、いってます、あ上がってしまって裏返りましたね、いや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 、すごいね、一瞬のうちにケンタウルス凶暴です ね、 そうですね、結構下からねえ一瞬の隙を伺って、はい、見事でしたね、裏返してしまいました、これは試合巧者です、あとは繊維喪失です。勝者ケンタウルス・オオカブト。さあ B ブロック3回戦、この後の予想はどうでしょう、はい、しんどさん、うーんやはりね、はい、高価さそうカブト、はい、ケンタウルスがね、でもいい戦いしてるんで、そうですね、どういう風になるのか楽しみでありますね、だんだん乗ってきたような感じしますよね、はい、なんともいいですよ、はい、楽しみです。B ブロック3回戦第1試合、カブト界の闘神ケンタウルスオオカブト、体長90ミリ、アフリカ中南部出身、対するは東南アジア最強カブト、コーカサスオオカブト、体長124ミリ、インドネシア出身、さあこれもガチンコ名勝負となるんでしょうか、はい、はい、ケンタウルスには頑張ってほしいですね、そうですね、ただね、はい、ケンタウルスも小さくないんですけどね、コーカサスがちょっとやっぱり大きいですね、そこの対戦ではちょっと小さく見えますね、そうですね、あーロックアップ、これはさっきゾウカブトをね、はい、締め上げたこの得意のトライアングルバックブリーカー、そうか、これはでもねケンタウルスも下から、はい、反撃を試みてますよ、出ますね、はい、あでもやっぱりねちょっとパワーの差があるんで、これそうですね、はい、体が半分浮き上がっちゃってますね、ケンタウルスも下から突き上げてますね、はい、果敢に攻めようとしています、うんうん、気持ちでは負けてないでしょうかね、はい、一方的ではないですよ、はい、ちょっと様子を見て、様子見てますね、はい、どうなんでしょう、はい、下から攻めるケンタウルス回り込みたいですね、ちょっとそうですね、後がないですから、はい、回り込みたいですね、コーカサスにしてはちょっと慎重に間を取ってますね、はい、しかし隙を伺ってますね、はい、回り込むべき、あとパンチ、パンチ、パンチ、あ、パンチですね、回り込みたいですね、はい、あでもあのパンチ結構強烈なんですね、そうですね、ちょっとたじろいでる感じです、繊維喪失ですか、はい、果敢に向かっていったんですけどね、そうですね、力比べでちょっと勝てない、じわじわとこう押されてる感じなんでしょうか、はい、ただやっぱりあの、はい、小さいとスポッとはまらないんで、あ致命傷にはならない、そうですね、ですね、大きなダメージではないですね、勝者コーカサスオオカブト、さあ B ブロックもいよいよ決勝ですよ、しんどさん、さあグラントには、はい、ちょっと不利かと思いますが ね、 そうですね、奇跡を起こしてほしいです、そうですね、期待したいところです、はい、はい、コーカサスは強いですから、でも気持ちは負けてないですよね、はい、負けてません、はい、B ブロック決勝戦、カブト界の白い将軍グラント白カブト、体長71ミリ、アメリカ合衆国出身、対するは東南アジア最強カブト、コーカサスオオカブト、体長124ミリ、インドネシア出身、さあ試合巧者の将軍、はい、決勝ですね、はい、そうですね、なんとか、はい、でも隙を見て狙ってますね、グラント、そうですね、た
んとか入り込んできて、もうねこんな大きな体で、はい、でも容赦なく角をね下に下に、あでもグラントも横から横からいいですね、そうですね、あいい攻めですね、横から横から回り込んで攻めるべきですね、はい、あいいですよいいです、回り込んで回り込んで回り込んで、あこのパンチがね、はい、これね逃がさないですね、そうですね、意外とこう体が浮き上がるような感じですよね、はい、戦争になっちゃいますか、ね、あなっちゃいましたね、なんとかね、でもグラントも果敢に立ち向かったんですけど ね、 そうですね、逃げる体勢ではなかったと思いますが、はい、しかしうまいですね、うまいですね、前足の使い方がまたうまいですよ、はい、逃がさないという感じです、そうですね、しかもね角を下に差し込むというのがすごいです、そうですね、下にね、しかも前足でね、前足の使い方と前足で見ると、そうですね、この一般見ても本当にうまいですね、うん、最後もね、はい、上がろうとしたところ一直線に下がるしかないですね、あの際、はい、Bブロック優勝コーカサスオオカブト、カブト皇帝決定戦、 A ブロックの優勝中は昆虫界の覇王ヘラクレス、ヘラクレス体長150ミリ、 B ブロックの優勝中は東南アジア最強カブトコーカサスオオカブト体長124ミリ、以上勝ち残った2中により、初代カブト皇帝の座をかけた運命の戦いが始まる。カブト皇帝決定戦、昆虫界の覇王ヘラクレス、ヘラクレス体長150ミリ、中米出身、対するは東南アジア最強カブトコーカサスオオカブト体長124ミリ、インドネシア出身。さあ進藤さん、運命の戦いですよ、いよいよですね、最強同士の東西の横綱って感じですか、そうですね、全く分かりません行方は、はい、ファーストコンタクトどっちが有利な体勢になるかですね、そうですね、さあやっと、あ今はヘラクレス有利ですね、そうですね、ヘラクレス有利ですよ、ちょっと一瞬浮き上がってる感じ、はい、ヘラクレス有利ですね、あコーカサスとしては、あっこれはもう決まるのか、これは早い早い段階で、あコーカサスピンチピンチ、あちょっとピンチですね、顔を挟まれてますね、そうですね、これはあと腕もブロックされてますよ、これはい、はい、コーカサスとしてはね、はい、なんとかあの頭角を下にやっぱりさっきの増加太のようにね、はい、入れたいとこです、そうですね、はい、でもパンチ、あでもあ朝入りましたね、入りましたか、でも腕ごと、ああ腕ごと持ってかれてます、持ってかれてます、あ腕危ないですね、あれ危ないです、腕あ逆関節折れちゃいますよ、はい、うわヘラクレスもなかなかものすごい力ですね、これしてますねヘラクレス、はい、いやでもなんでしょう、ちょっとコーカサス、はい、いい感じの形にしてますか、ちょっとなってますね、ちょっとヘラクレス気をつけなきゃいけないですね、そうですね、この体勢は、はい、これはいい、こっからね、はい、深く入るとさっきの増加太のようにね、はい、あのつなぎ目にこれ一方的にじゃあ攻めていったわけでもないですね、今度はね、はい、ちょっとヘラクレスの右の前足も、はい、角の上にをちょっとロックされてる感じ、なるほど、はい、これ名勝負、こう分かんなくなってきました、そうですね、ガチンコ勝負になってきました、ね、はい、分かんないです、これは分かりません、いやお互いちょっと迂闊に動けないんでしょうね、はい、様子を見るしかないのか、あでもねこうコーカサス左の前足大丈夫なんでしょうか、はい、ダメージ受けてるような気がします、ちょっとなんかね、はい、あこれはあらコーカサス、はい、あ逆転か、危ないぞこれは、これちょっと形勢逆転してきましたね、そうですね、どうなんだこれは、うん、さあ最後にこれはちょっとヘラクレスの方が分が悪い、はい、そうですね、ですね、あーあーフォーカスすごいすごい、土俵際のすごい、はい、いやいやいや、セットあった、ヘラクレス負ける、これはんこれちょっと負けちゃうんじゃないでしょうか、ヘラクレスがちょっと、ああ激しい、これはコーカサスが優勝するのか、そうですね、お危ない、挟んでこれはあーちょっともう勝負あったか、これは勝負あったようですね、
勝負ありましたか。あら、わかんない。これは。あ、土俵際で。すごいすごい。すごい、これは。松しましたね。力相撲です。はい。まあ、頭で決められてます。すごいすごい。あっと。あ、高岡さん、左の前足、ちょっと関節破壊されてますね。そうですね。折れてます、折れてます。いやこの状態で。うん、高岡さん、折れてますね。さあ。さあ、満身創痍の状態だ。今度は逆にヘラクレス。はい。押してます。反撃します。そして、あ、これはもう。ヘラクレスリフト。宙に浮いてしまってる。強い。強いですね。最後のこの。強いですね。底力。逆転勝ちです。はい。左の前足、ブラブラですね。そうですね。いやー強い。いやーすごい。逆転つけて負けちゃったかと思いましたね、ヘラクレス。一時は本当にどうなるかと思いました。カブト皇帝決めるにふさわしい、すごい試合でした。はー、腕が折れてなかったら分かんなかったかもしれないですよ。そうですね、はい。それだけ凄まじい戦いだったんでしょうね。命をかけた戦いでした。フォーカスが、フォーカスすごかったですね、はい、ここからのね。すごかったですね。あ、もうこれ負けたかと思いましたよ、はい、この状態では決まりね、かけましたね。日本の、ま、前足でよく粘りましたね。しかし最後は結局、はい、ヘラクレス、ヘラクレスが王者の、王者のですね。力尽きた効果です。いい勝負でした、ね、いい勝負でした。勝っても負けてもどちらも素晴らしい、素晴らしい。初代カブト皇帝ヘラクレス、ヘラクレス